ナスティア。続いては何でしょうね。トリリオンゲームですね。はい。原作がね、ジャンプの今やってるドクターストーンでもおなじみの稲垣先生なんですけれども、なんと作画が池上良一先生っていうね、驚異のタッグ。これは会社経営の話ですね。簡単に言うと会社経営で成り上がるぜって話なんですけれども、スピード感えげつない。この稲垣先生の原作の特徴でもあるんですけれども、とにかく主人公の行動力が人間離れしてるから、会社経営っていうものをものすごい猛スピードで描いていくんですね。目標が1兆ドルなんですよ。1兆ドルっていうのももう天文学的数字なんですけれども、それを稼ぐためにはどうするかっていうところを一点目標に置いて様々な事業に手を出していくんですけれども、これがですね、まあよくもまあいろんな原作やりながらまだまだ面白い話思いつくなって。まあ何がすごいって、この稲垣先生の特徴的な多分ネームがあると思うんですけれども、それを池上先生が、ちゃんと池上先生のタッチを出した上で、稲垣先生っぽい間の取り方とか、キャラクターの表情の付け方してるんですよ、この漫画。だからね、その相乗効果によって、ちょっと今までに見たことのない漫画が生まれてるんですよね。多分ね、表紙とか見た時に、ちょっと引いちゃう人いると思うんですよ。難しそうとか、あと、劇画っぽいじゃないですか、ちょっと。だからライトな漫画だと思わない人も多いと思うんですよ。でもですね、いざページめくってみると、ドクターストーンでめちゃめちゃわかりやすく科学について噛み砕いて説明しているように、会社経営とか、いわばお金を稼ぐことについてどんな立ち回りが大事かとか、あと人を垂らすのには、どんなテクニックを使えばいいのかっていうことを、ものすごいスピード感と、ものすごい噛み砕き方で描いてるんで、これね、誰でも読めます。俺難しい話嫌だよっていう風に思っている人でも全くもって大丈夫。本当にね、流れだけ見てれば、このキャラクターたちのエネルギッシュさが伝わってきますし、ものすごいね、おすすめしたい、この漫画は。まあなんならこれに関しても俺は、アニメ化してほしいなと思いますけれども、池上先生のってなるとちょっとハードル高くなるのかな。本当にね、引き算がうまいんですよね、稲垣先生って。難しいテーマを描くときも、そんなに引いちゃっていいのってくらい引いちゃうんですけれども、結果的にそれが正解なんですよね。そこまで引き算をすることが正解なんですよ。読んでみるとやっぱり。スイスイ入ってくる、本当に。で、いわゆる成功体験っていうものが、まあ漫画読んでても、主人公が苦労の中で成功したりとか、きつい戦いに勝った瞬間って、ものすごい快感が読者も得られるじゃないですか。それをね、無敵の主人公が延々と繰り返すって感じです。まあ、当然ね、失敗とか敗北もあるんですけれども、それがね、全然ジメジメしないんです。スカッとするんですよね。で、今ちょうど単行本で読んでるのが、ソーシャルゲームを作ろう編だと思います。今、ちょうど展開上。スマホゲームを今作ってるところです。もう、金儲けるならスマホゲームだろっていう、もう、マジかよってくらい安易な考え方で挑んでいくんですけれども、これがね、またちょっと業界目線で見るとこれがまた面白い。もちろんね、ファンタジーの面も多々あるんですよ。ファンタジーの面も多々あるんですけれども、中にはね、意外と真理をついてる面もあったりするんですわ。だからそのスマホゲーム作ってる編が今俺楽しみでしょうがないですね。はい。地球の運動について。何の漫画だと思います？これ。表紙見て。これね、天動説と地動説の話なんですよね。昔学校でそういうの習ったなーって、そのくらいの印象です。全く興味のない天動説と地動説について描かれた漫画ですよって言われて、読みたいかっつうと、別に読みたくならないんですよ。正直言って。ところがね、あんまりにも周りが話題にするもんだから、読んでみたんですよ。むちゃくちゃ面白い。むちゃくちゃ面白い。俺の視点から言わせてもらうと、天動説と地動説の話は、とりあえず置いといていいです。天動説と地動説に振り回される人間たちの話なんです。その当時、天動説と地動説は、宗教と密接に関わってたんです。これね、すごくデリケートな話なんですけれども、宗教と密接に関わってるイコール、迫害があるんですよね。絶対的に正しいとされる神がいて、それに紐づく学説があったとして、
それを人類みんなが信じているとするじゃないですか。で、その時に言えます？神が天動説を正しいと言ってる中で、いや、本当は地面が動いてるんだぜって言い出せるやつ。まあ、飛んだアウトサイダーですよね。ええ。これはね、そのアウトサイダーたちの生き様の話です。で、そういったアウトサイダーがどんな目に遭うかっていうのは、まあ、宗教が強い世界において想像に難くないですよね。うん。で、どんどん主人公が代替わりしていくんですよ、この話って。地動説っていうのは、認められるまでに相当時間がかかってるんで、そんな簡単に認められないんですよね。もう周りが天動説、天動説言ってる中で、地動説言ってるやつは排除される、異端として。こういった人権意識の低い世界でおける異端っていうのは、もはやそれ死刑宣告と同義なんですよ。うん、でね、天動説と地動説の話だから、頭のいい人たちがいっぱい出てくるんでしょって思うじゃないですか。違うんですよ。頭の良し悪しじゃないんですよ、もはや。頭がいい悪いじゃなくて、天が動くのと地面が動くの、どっちがより合理的、どっちがより納得がいくのかっていう話を考えた時に、もはやこの世界における頭の良し悪しって関係ないんですよ。それに気づけるか否かなんですよ。で、それに気づいてしまった人は幸福であり不幸なんですよね。この漫画におけるそれに気づいてしまった人っていうのは、マトリックスにおけるネオみたいなものなんですよね。うん、地動説のために自分の人生まで投げ出せるのかって話なんですよ。その自分の人生まで投げ出してしまった人たちの戦いですね。めちゃめちゃバイオレンスですよ、この漫画。アクション描写も多いです。言われて分かんないでしょ。天動説地動説の漫画ですよって言われて、おアクション多そうだねって思わないでしょ。だからよりびっくりするんですよね。異端審問官との戦いとか、別に学者でも何でもないのに地動説のことに気づいてしまって、その結果字すらまともに読めないのに地動説のために頑張って戦う人とか、そういったね、大河ものですね。うん、大河です、これは。うん、俺と同じようにこの漫画に対して難しそうだから置いとこうっていうイメージ抱いてた人多いと思うんですけれども、一旦忘れてもらって読んだ方がいいです。一旦忘れてもらって読み始めたら、この漫画はものすごいエンタメだってことがよくわかります。うん。じゃあ次行ってみようかな。あー、はいはい。これはね、帯書いたから、ちょうど写真撮ったやつが残ってたんだと思うんですけど、ヘテロゲリア人技術。異種族言語学入門。あ、これね、なんかちょっとアカデミックな漫画が続きますね。これはですね、帯に書いてる俺のコメントが全てですね。本当にね、抜群の発想なんですよ。モンスターの言語と文化を知るっていう意味では、これ以上ない漫画ですね。うん。この漫画における人間とモンスターの関係っていうのが、ちょっと微妙なんですよ、距離感がすごく。過去に大きな戦争があったらしく、まあ、いわゆる魔族と人間は、隔絶した交流はあるけれども、まだお互いについてよく知らない世界なんですね。で、その中で、新人の言語学者が魔族の共同体に入っていって、でそこで彼らの言葉や文化を学んでいくっていう話なんですよ。でこれがですね、簡単に言いますけれども、フィクションにおけるその世界独自の文化、これ作り上げんのってめちゃめちゃ難しいことなんですよ。これはですね、ファンタジーものを書こうとすると設定とかが膨大になって難しいというのと似た問題点なんですけれども、魔族特有の文化って一口に言うけれども、それ考えるのは作者なんですよ。作者の頭で考えなきゃいけない、それを。それに説得力を持たせるのって、ものすごいテクニックが問われるんですよね。ところがね、この漫画すごい本当に。何食ってんだろうって思う。本当にわからないんですよ。最初コミュニケーションが。最初、人間とトカゲ型の獣人とか、あと狼型の獣人とかでコミュニケーション取って受け入れ、一体何を足がかりにすればいいかもわかんないんですよ。本当にもうゼロからのスタートで、どうコミュニケーションを取っていくかっていう部分がものすごくリアルに描かれてる。あとは言葉がわからないんだったら色はどうだ、じゃあ色が分かったんなら次は音はどうだ、振動はどうだ、じゃあ次はこういった品物を差し出した時にどう反応するかでその相手の文化とかを見て取る、調査する、そういったね、行動の一つ一つが、ものすごく腑に落ちるんですよ。フィクションなんですよ、間違いなく。フィクションなんですけれども、フィクションの一言じゃ片付けられないくらい、この漫画で描かれている言語学者の挑戦というか試行錯誤、
には得るものがあります、うん、読者が主人公とシンクロするというか、主人公が新しく知ることに対して読者もものすごい快感を覚えるんですよ。それってそういうことだったのっていうのが分かった瞬間の気持ちよさ、ものすごい快感ですよ。これはあの帯にも書いてるでしょ、知る幸福そのものが物語、ええ、まさしくそうなんですよ。知るという幸せそのものがこの物語なんですよね、うん、もう読者の好奇心が強ければ強いほどこの漫画ハマると思います、うん、マジでね、異種族言語学って一口に言うけれども、これ漫画にするの本当にすごいと思いますよ。最近はほら、あの異世界ものもあってファンタジー流星じゃないですか。だから文化の違うモンスターとかと交流持ったりするっていう物語上の設定ではもはや陳腐なものになってはいるんですけれども、これはね、あの一線隠してますね、モンスターとは言ってるけれども、なぜか言葉が通じるとかじゃなくて、本当に全く文化の違う、文化も言語も違う存在とコミュニケーションを取るにはこうしなきゃいけないっていうのが、そんなとこまでやる必要あるってくらい細部にわたって綿密に描かれてるんでね。いやー、これおすすめ、本当におすすめ。このヒロインって言っていいのかな、すすきちゃんなんですけれども、この主人公の言語学者がまあ相棒になるんですね。すすきちゃんが異世界におけるまあ案内役を務めてくれるんですけれども、このすすきちゃんね、人間と魔族のハーフなんですよ。これがまたすごいのが、このすすきちゃんはこの言語学者、新人言語学者の師匠の娘なんですね。で、その師匠が子作りをしたんですよ、同じようにその異文化コミュニケーション行ってる時に。で、子作りをした相手がワーウルフなんですよね多分皆さんが想像してるワーウルフよりもずっとワーウルフなんですよ。猫耳の女の子とかじゃないですからね、犬人間です。見た目はもう全身毛が生えてて、オスかメスかも見た目じゃ区別つかないです。師匠はそのワーウルフと子作りをしました読んでて本当にね、あの尊敬が湧いてくるんですよ、師匠に対して。主人公と同じように半端ねえな師匠って思えてくるんですよ。だって言葉通じない、なんならオスかメスかも分かんない、どうコミュニケーション取ったかっつうと、相手が舐めてくるのが挨拶なら自分も舐めに行くんですよ。舐めたり嗅いだりするんですよ、師匠ワーウルフを舐めたり嗅いだりすることで仲良くなっていって、ついには結婚しちゃったっていう師匠は男性ですよ、ちなみに。ワーウルフの方が女性でした。で、生まれたのがこのすすきちゃんまあ人間と魔族のハーフだから比較的人間に近い姿をしてますよね、うん、そう、徹底的に極まったムツゴロウさんみたいな感じこの漫画ね、あのなぜか Google 検索で「すすきペロペロ」って入力するとちゃんと検索に引っかかるんです、この漫画タイトルが結構覚えづらいんで、みんな忘れちゃうんですよ、1回2回読んだだけだと。そういう時にね、すすきペロペロって言葉を思い出してください。検索すると出てきますなぜだかあ、はい、次のタイマシエンダーガイスター、これはなんか癖強めですね。なんか俺の好きなものを丸ごと鍋にぶち込んで煮詰めたような漫画ですこれ、うん、これはね、タイトルにもあるようにタイマシを中心にした話なんですけれども、めちゃめちゃベタな例えをするなら、あの呪術廻戦みたいな話をより B 級映画チックにしたような漫画です、うん、なぜなら結構作中の元ネタとかもホラー映画とか、あとは海外ドラマとか、あとは B 級スプラッターとか、そういったところからネタを取ってるものが多いんですね。うん。これに関しては実はこれの作品の前に VS イービルっていう漫画があって、その後継作品なんですね、これ。ただ、ぶっちゃけこれ単体でも全く成立してて読めるんですけれども、俺はVS イービルの頃から読んでたんで、それを知った上で読むと、どう物語がリンクしてるのか分かってより面白いです。後々の話で前作主人公とかも関わってくると思うんですよ。うん、前作がすっきりしないまま終わってるんで、うん、まあ魅力がどういったところかっていうと、もちろんね、タイマシってあるようにオカルト的な話なんですが、オカルトに対して結構科学力を駆使したガジェットやら、あとは特殊能力をサポートする人員が周りにいたりとか、まあ、組織としての面白さがあるんですね、そのタイマシに。タイマシの組織の話なんですけれども、その組織としてのタイマシが組織としての悪いその呪術師とか悪霊とかと戦っていく様を見せてくれるんですけれども、その描き方がね、実にドラマチック、うん、あんまり日本っぽくないですね。
元ネタになってる映画とか海外ドラマの展開に近いですね。ハリウッド的というか、アメリカナイズされてるというか、ド派手な話なんですよ、結構。まあ言ってみると、細けいことはいいんだよみたいな面もあるんですけれども、敵味方含め、めちゃめちゃキャラ立ちしてる。俳優にそっくりなキャラクターとか結構出てくるんですけれども結構ギリギリ目に実在する俳優にそっくりめなキャラクターが出てくるんですけれども、それもね、元ネタの映画とか知ってるとより面白いんですよね。正しくオタク漫画だと思います、これ。正しくすげえオタク向きの漫画。俺みたいなボンクラ映画好きが多分ドハマりするタイプの作品ですね。うん、聞かれるんですよね。だから今展開上ですね、あんまりそのタイマシってタイトルではあるんですけれども、悪霊とかそういった魔の者と戦うっていうのに今能力バトルの方向にシフトしてるんですね。まあ簡単に言うと、ちゃんとルールを守ってるタイマシと悪いタイマシの戦いみたいな方向にシフトしつつあるんで、その能力バトルもね、非常にスリリング、アクションの描き方がうまいんで、バトル展開が退屈にならないのは非常にいいことです。いつもワンパターンだなっていう風にならないんですよね。結構ギリギリの戦いが描かれてますし、あ、そこそうやって逆転するんだっていう風に膝を叩くシーンもあったりするんですよ。あとは人外、この作品における人外のその個性の強さ、封印されてた太古の悪霊みたいなのを味方につけるシーンがあるんですけれども、味方についた瞬間から非常に憎めないやつになってたりとかして、あとは人間側が逆に狡猾な知恵を駆使して自分に有利な契約を結ばせるんですね、その人外に。そうすることで刺激するみたいな、そういった展開も非常に面白いですね。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。